さんのタナミゴこと木村美です。はい、私今袖ヶ浦サーキットに来ております。今ね8時ぐらい朝なんですけれども、今日は BMW モトラットの走行会なんです。私初めてこちらの走行会参加するんですけれども、今日は S&WR を連れてきました。今日ね、私の履いてるタイヤ実は新品なんです。履いてるタイヤこちらブリヂストンさんの S22、 こちらのタイヤまだ超新品なんですね。ヒゲが生えてんの。このタイヤをね、今日は皮むきも兼ねてちょっとずつちょっとずつ、アクセルを受けていきながら走行の練習をしていこうかと思います。参加者の方たくさんいるのですごく楽しみです。で、今ね空がちょっと曇り空なんだけど、まあ、多分雨は降らないと思うんだけど、この新しいねブリヂストンさんの S22、ウェットのコンディションでも強いということなので、もしね仮に雨が降ったら濡れてる路面どういう感じか、実証できるんじゃないかなと思います。というわけで、私の走行ですね、8時半からになります。8時半からになりますので、もうちょっと待機です。今ね、早いクラスの方が順次サーキットに降りてきておりますので、早い方の、走りを見ながら勉強していきたいと思います。では行ってきます。今ですね1回目の走行を終えてきました。タイヤがね新しいんでね、ちょっとまだ緊張してどのぐらい徐々に上げていけばいいのか、いまいちまだちょっとドキドキしながら1回目終わりました。この後ね座学講習があるということで参加してきます。はい、お疲れ様です。今ですね走行3回目終えてきました。残りあと1回になります。楽しいです。すがすがしい爽快。すごいね、やっぱりいい運動してるっていう感じ。また最後のラスト1本楽しんで走っていきたいと思います。イエーイ。4本終えて無事に帰ってまいりました。ありがとうございます。新しかったタイヤもねいい感じに消しゴムのカスがいっぱいつけることができました。ありがとうございます。なかなかねこの初めてねブリヂストンのタイヤを履いてサーキット走ってるんですけれども、この S22 すごくなんか旋回性がいいというか、自分の行きたい方向にすごくすんなり進んでくれるタイヤだなっていうのはすごく感じました。はい。で、まだね今日ちょこっとしか走ってないんですけれども、これからねどんどんサーキット走行を重ねてお役に立てるようなインプレができるように、もうちょっと乗り込んでみたいと思います。はい。
で、とても楽しい BMW モトラットの、走行会でした。ありがとうございます。袖ヶ浦サーキットもこの BMW モトラットの走行会も私初めての参加だったんですけれども、袖ヶ浦のサーキットすごくね、面白かったです。ちょっとね、コンパクトなんだけれども、すごいキュッ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 ってちょっとね、ちょっとしたなんかテクニカルなコーナーっていうのかな、少しね難しいセクションなんかもちょこちょこあったので、レベルアップするにはすごくいいコースだと思います。また来たいと思います。ということで、この後ね、なんかじゃんけん大会とかプレゼント大会とかあるみたいなので、そちらの方もお送りいたします。 S 線と私のつなぎのお姿です。じゃあ行ってきます。お疲れ様です。今日朝から、袖ヶ浦サーキットで BMW モトラットの走行会、今ちょうどお昼ぐらいでございます。全て完了しまして、本日、4本走行いたしました。新しいね、ブリヂストンのアトラックスハイパースポーツ S22 タイヤ、カーモキも完了して、いい感じに消しゴムの数を残すことができました。袖ヶ浦サーキットね、今日私初めて走行したんですけれども、なかなかね、面白いコースだったので、スキルアップにはすごくうってつけのコースなんじゃないかなって思います。はい、BMW モトラットの走行会ね、 BMW のマシンじゃなくても参加は可能です。年に2回、今何月だ、今5月なので、次回11月に開催される予定です。なので、BMW の車両じゃなくても、お気軽にどうぞお近くの BMW モトラットへ、参加のお申し込みしてみてはいかがでしょうか。私も11月スケジュールあったらまた来ます。というわけで、今回もアミ TV 見てくれてどうもありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。